スイカ割りです。少年 <laughs> ですね <laughs>。めっちゃ健康的や、ね。<laughs> <か>夏ですね。なんか、ホラーに。まつわった話じゃなくて、よかったですか。か <laughs> でも、ね、あのスイカの代わりに、人とかをこう、ね。<laughs> ちょ、やめてください。中から、同じ赤いのが出てくる。<laughs> ホラーっぽい感じ。全カットです,よですね。全カット。使ってもらえない。新作のアイディアじゃないんですから、やめてください。<laughs> はい。すいかわり、やったこと。なかったんです、ねはい、いや、人生で一回もやったことなくて。て<ー>やったことある方います。はい、あ、あれ結構いる。あれ。いや、僕、なんか、そんなに人生で。やったことある人いないんじゃないかと思ってて。今日、この夏は。すいかわりの道に行きたいなって。 <laughs> ま今まではドラマとか映画とかで見るフィクションの中のものだと思ってたわけですね青春でうらやましいですはい。柴田さんはやったことはあります、ね、私スイカ大好きなんです<ー>スイカ大好きなんでスイカ終わりもしてます<ー>は終わりました終わりました終わりました はい、でも一時期こうスイカが好きみたいな感じで言っててなん,な,んなんかって特技の欄とかあるじゃないですかよくこうプロフィールで書かなあかんっていうのでなんか趣味スイカ割って書いてたんですけど、はい、<laughs> でもなかなか女性の力だと相当思い切りやらないと割れなくないれ、はいはい、割,れ割れない私でも結構力あって意外とはいなんで、はい、あのそれにあの父がすごい あのー、しっかりしててもし家になんか泥棒とかなんか来たらあかんということでいつもベッドの下に木刀を <laughs> 忍ばせてるんですよねそういう家なのでしっかりこうなんか、はい、この割り方っていうのもちょっとなんとか体に馴染んでます。それもしやる時ったらやるるととあっったたらこ聞いて やったがいいよスイカの置き方によっては全然割れない位置とか芯が当たってとかあるのでそれこそすごい真面目に趣味スイカ割りの渋谷さんに聞いたほうがいい教えてくださいそうスイカ割りちょっとんか大げさに言ってただけで趣味スイカ割りって持ってたっていうかちょっとあんまり一緒に行けばいいんですあ確かに一緒に行っちゃう渋谷姉さんとユニクロ来て一緒に行けばいいんっか。 入りましたね。あ、みんな分かんなかった。CM 出てるんですか。失礼させていただいてます。美男美女だと思っていたです。あ、ああ。漢字。漢字なんですけど、僕美男美女を美男美女だと思ってて、あのタイピングテストのあのパソコンであるタイピングのテストやってたんですけど、なぜか反応しなくて、美男美女。あなんでだろうと思ったら。 美男美女で十九歳になって初めて知りました。はい、えじゃあ老若男女はどう読んでた？それはそう読んでたんです。老若男女って読んでた。はい。でこっちは男だと思ってた。ビ男ビ女だと思ってました。すごいですね。これは明日のヤフーニュースのトップを飾ります。<laughs> これ明日すごいことになりますよ。恥ずかしい。 これをこれはトップニュースにならないでしょ私の一面ですよこれはでも19歳で気づいてよかったですよねこれ30かだったらちょっと恥ずかしさがどんどん上がるんで結構ありますからね他にもポロポロ出てきますよね大人になってもね難しいですこれをもってあ美男なんだって気づいてる方もいるかもしれないですからねたくさんいらっしゃるんじゃないですか気づいた方気づいたよって方これで知ったよ何もいいおお あ絶対3人くより年上の方です多分私のおちゃらけファンの方です <laughs> いつも応援してくださるご陽気なファンの方お,おちゃらけファン 2>, <laughs> 2名ほど、ね、あの合わせて手あげてくださいそういう枠があるんですね合わせてくれてた、はい、合わせてくださいました <laughs> <laughs> はい衝撃の事実発表いただきましたそのままいただきますもう少しお願いします